どうもこんばんは、加瀬介です。今日は2023年の6月の27日火曜日の夜9時ですね。ちょっと今日は歌を歌ったりして喉がちょっとやられておりますけども、まあ、気にせずやってまいりたいと思います。今回の動画はですね、まあ、ガチャ動画です。ということで、まあ、こちらの麻雀物語という、コラボが来ておりまして、で今日は2日目なんですね。で、まあ、これを弾いていこうかなと思っております。いくつか理由があって、まあ基本的にはやっぱり理由もなく何かをすることはないですから、まあ、その行動に対しては何かちゃんと理由があると、まあ、動機があるというところで、その動機のことをまあお話ししていこうかなと思います。まずですね、今私が打ってるこのセガ MJ ですね。この MJ の私が今やってる一応目標があってですね、まずはこの第認定戦のトーナメントですね、トーナメント戦において優勝を繰り返すという目標がありまして、でこの優勝するためにはですね、まあ、やっぱり、まあ、ハンチャンを何度も打たなければいけないということです。で、まあ、トーナメントはとにかく一番力を入れてやっていこうかと思っておりますので、優勝を目指すと思ったらですね、まあ、今までの経験からするとだいたい80ハンチャンぐらいは1週間に80ハンチャンぐらいは打つかなというイメージですね。まあ優勝戦の時は80ハンチャンで、その他の時はそこまでいかない、まあ20かそのぐらいは打つかなというところなんですね。で20ハンチャンっていうと、まあハンチャン1回15分ぐらい平均かかるんで、単純に10ハンチャン打ったら150分だから 2時間30分で、まあそんなにかかるわけですよ。だからまあある程度ですね、時間をまあ考えてやらないとこれにつきっきりになってしまうということを最近ちょっと気づきまして、勢いに乗ってバン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 打ってたんでそれは良かったんですが、やっぱり勢いというのは持続するというのが非常に難しいので、まあもちろんモチベーションを保ってテンションを上げてやっていくっていうことに関しては、まあ私はそれなりに一加減あるというか、まあ、それなりに方法論を知っているつもりなので、まあ、いわゆるその飽きずに、ずっと結果を残し続けるという方法に関してはですね、まあ、それなりに、まあ、対処はできるかなと思っていて、まあ、それはいいんですけど、そのためにもというのもあってですね、ある程度こう無理のないで自分の精神的にも体力的にも無理もない方法を取っていくというのが非常に、勝ち続けていくということに対しては非常に重要かなというところで、なので、まあ、結論から申しまして、この第2戦を打つのにトーナメントで結構パワーを使います。でもう一個この第認定戦の、これの、リーグ戦ですね、このリーグ戦ももう A2 リーグまでやってまいりましたんで、だんだんと条件が厳しくなってきているんですね。だから、まあ、例えば今ここで試合数6回のうちに今はまあそれなりのトップ取って60点プラスしてるんですけど、これ60点を仮に6回取ったとして3人しか上がれないんですよね。しかも相手はもうみんな上級台の上の方の人ばっかりなんで、もう油断できない状況にあります。ですからこのリーグ戦も多分ハンチャン打つ回数が増えていきそうかなと思っていますので、そのあたりも考慮すると、こちらのイベント戦ですね、イベント戦にあんまり時間をかけられないかなと思っています。でイベント戦においてですね、あんまり時間をかけないようにするにはどうすればいいかというと、キャラクターを使って、一応ポイントをブーストしてですね、打つ回数を減らしていくっていうのがまあいいんじゃないかなと、まあ、単純に考えたわけです。ちょっといろいろごちゃごちゃと申し上げておりますけども、まあ、要するにはですね、もうキャラクターガチャで取って、で、さっさと報酬までもらいたいという、そんな感じなんですね。結局ですね、結構報酬最後まで行こうと思ったら、どのくらいかな、ちょっと計算はちゃんとしてないんですけど、イメージ的にはだいたい50ハンチャンぐらいトータルやらないといかんのかなと思うんで、単純にキャラクターがいたらもう半分以下で済みますので、まあ半分以下で済ませたいなというのが正直なところですね。で、まあ一応ガチャを引いてキャラを取ればポイントが 100% になりますので、まあ、単純にゴールまで半分で済みますよというのがあるんで、ちょっとそれを期待しているということです。結局イベントを打つのに1回90ゴールドかかるんですよね。
で、この90ゴールドはまあ私にとっては全然痛くないんで、なんともないんですけど、まあ、普通に打ってる方からしたら90ゴールドは結構高いんじゃないかなと思うんで、まあ、最初にガチャを引いて、ポイントをある程度早く取れるようにして、ある程度のところで見切りをつけるっていう、まあ、選択肢が割と賢いんじゃないかなと思っているところですね。まあ、そんな言い訳をしてですね、まあ、ガチャを引こうと思ってるわけですけど、実際今のは言い訳みたいなもんで、まあ、正直なところですね、このキャラクター結構気に入ったんですよね、実は。まあ、今ちらっと見ていただきましたけど、主人公は日笠陽子さんだったかな、確か今ちらっと見たら、そんな人の名前が出てたと思います。まあそんなわけで、まあ、キャラクターの声優さんも結構、まあ、割とガチな人かなというイメージも今思ったんですけど、まあとりあえずキャラクター、まあどれが一番ということもないんですけど、上の 1,2,3,5 キャラですね、 SSR のキャラクターは1体欲しいなと思っています。まあ、イメージ的にはこの人かな、主人公っぽいこの人がいいかなと。まあそんなわけで一応課金しました。先ほど課金して今2640ゴールドあるんで、4回引けるのか、4、6、24ですね、6回引けるんで、はい、ということで、まあ6回引いて SSR のキャラは無理かな。まあ、SSR のキャラは無理でも、背景とか、宅背景は関係ないんですけど、背景とかを取れれば、まあ一応ポイントにはなるんで、まあせいぜい2600円。だからまあ2000円ほど課金しましたよという感じですね。はい。ということで、まあ早速ですけどね、ガチャ引いていきます。あともう一つ、まあ言い訳をもう一つ言うならば、やっぱり YouTuber はやっぱりガチャ動画を撮ってなんぼなんで、まあやっぱり、ガチャ、でお金を使ってゲームにお金を落とすということと、あとやっぱまあ広告費も、広告っていう意味も込めてですね、まあ、こういったコラボをしてる麻雀ゲーム MJ っていうのは結構面白いですよっていうことを言いたいというのもあります。まあ、正直ですね、今麻雀ゲームはジャン玉一択みたいな形に、まあ、なりつつあるのかなと思っているんですね。まあ、私もさすがにちょっといろいろ2ヶ月以上このゲームに携わってですね、いろいろ麻雀業界のことだとか麻雀のゲーム業界のこととかも見えてきましたけど、まあやっぱりイメージとしては、まあジャン玉がかなり勢いがあるんですけど、ジャン玉はあれ日本のゲームじゃないですからね、それははっきり申し上げておきます。で、まあセガサミーもどうかなっていうところもないこともないけど、まあそれでもやっぱり国産といえば、まあセガでいいんじゃないかなと私としては思っておりますし、セガを応援したいというのが、まあ正直なまあ私の心境でもありますので、まあセガには頑張ってほしいなということです。まああとセガサミーフェニックスにも頑張ってほしいなと思っているところですね。はい、ということでガチャを引いてまいりたいと思います。6回引きます。 SSR のキャラが出たら大当たり、はい、大外れですね。ただこのアイテム装備するとイベントポイント 50% アップなんで、まあそこまで大外れでもないです。まあせっかくですからね、 SSR 欲しいんですけど、中連ポートの宅配系が当たりましたけど、まあまあ宅配系も結構いいやつありました、いっぱい。でも SSR のキャラが欲しい。はいはい、これも結構いい宅配系なのは間違いないんですけど、 SSR のキャラが欲しいですね。あ、これは SSR か。まあこれで一応 100% にはできたのかな、これで。さて、あと何回ですか。あと2回。宅配系いっぱい引いてラストかな、これで最後ですね。 SSR のキャラが欲しいんですけど、はい、静かに終わりました。追って引くかどうかは、また、いや、追っては引かなくていいかな。まあ、正直、残念でしたという感じですね。はい、まあ、以上にしたいと思います。まあ、キャラクターは本当結構いいんで、まあ、気が向いたらもしかしたら引いてるかもしれませんね。はい。さすがに、なかなか当たりを引くのは難しいですね。ちょっと頑張れば引けるかもしれんな。まあ一応ですね、化け物語の時は1回500円だったんですけど、これは1回400円なんで、まあもしかしたら動画外で引いてる可能性はありますね。結構キャラクター本当なかなかいい感じですね。
はい、麻雀物語っていうのは麻雀の話なんでしょうけどね、初めて聞きましたね。まあ、こうやってコラボでなんかいろんなものが知れるっていうのはまあ一つ面白いかなとは思います。麻雀漫画とか麻雀ゲームとかいっぱいあるんで、あ、こんなのもあるのかっていう、そういう、まあ、情報収集もできたかなと。宅配系は本当結構いいのが多いですね。なかなか未練がましいんですけども、うん、まあまあそういうことで、一応ガチャは正直残念でしたということで以上にしたいと思います。それではご視聴どうもありがとうございました。はい、下の根も乾かないうちにちょっと課金してプラスしました。なので、1200になりました。とりあえずちょっと切りがいいところまで使っていこうかなと思って、もう一回ガチャにチャレンジします。ということで結局いくら使ったの、3000、いくらか使ったな、はい、3500円ぐらい使ったかなと思いますが、あと3回引いていきます。とりあえず SSR のキャラクターが欲しい。あー、来ました、よかった、これ引き直してはいはいはい、ちょっと諦めが悪くなったところで SSR のキャラクター一番欲しかったやつゲットしました。あとはもうどうでもいいです。まあ SSR のキャラクター欲しい。あ、これはまあ SR か、まあいいです、いいです。あと1回、もうあとはもう満足しました。はいはい、ということで、一応よかった、マジ、まあ、そうそうと諦めようかなと思ったんですけど、なんとか、主人公をゲットすることができたんで、よかったです。ということで、それでは、まあ、ガチャ残念でしたで終わるよりも、よかった、取れたで終わった方がいいかなと思います。はい、ということで、ご視聴どうもありがとうございました。